ローゼンさん、俺を助けに。なるほどの、オークロード。信じられんほど強い。将吾たちでは勝てぬわけじゃ。一度引くとするわい。逃がさぬ。止まれ、ゲルド。カカカ、鋭いの。この罠を見抜くか。警戒すべきはお主の方じゃったか。タヌキめ、最初からわしを警戒しておったくせに。そんなことはないぞ、鬼人よ。強さで見ればそちらのオークロードに目が行くのが自然じゃろうて。では失礼するとしよう。生きておれば戦場でまた会えるやも。それはない。貴様が向かう戦場には我らが主が向かわれるからの。主、あの魔女、日向坂口にやられたはずでは。生きているのか。貴様らはやりすぎたのじゃ。決して怒らせてはならぬお方を激怒させてしもうた。同情するぞ。楽には死ねぬじゃろう。カカカ、つまらんハッタリよ。一応は忠告としてこの耳に留めておこうぞ。ではさらばじゃ。よろしかったのですか。あの魔法使いを逃がしてしまって。よくはなかろうが、戦えばここにいる全員死んでおったやもしれぬ。あやつめい、自らの死をトリガーにした格撃魔法を仕込んでおったからな。なんと。まあリムル様であれば問題あるまいな。リムル様、町の四方の魔法装置を破壊しました。わかった。町へ戻って警戒を続けてくれ。は。さて、どうだ体験じゃ。国魔法術式の計算完了。いつでも発動可能です。準備は整った。せめて俺の進化の役に立てることを光栄に思うがいい。すまねえ、助かったぜ。気にするな、ショーゴよ。お前はファルムス王国の大切な戦力なのじゃから。ああ、次は勝つ。勝ってみせるさ。そうじゃな。どれ、体の怪我はもう完治しておるようだ。新しく手に入れたスキルのおかげか、でかしたぞ、ショーゴ。念のため回復魔法をかけてやろうぞ。ああ。心を殺したか。予定より早いのではないか。仕方あるまいて。こやつはもはや使い物にならなかった。しかし残念じゃったな。京屋の切り裂く者もキララの惑わす者も無しに渡る前に失われてしもうた。お、マーゼン殿なのか。安心せえ、これが初めてというわけではない。わしがどれだけの年月ファルムス王国に仕えていると思っておる。これでわしは不屈の精神と強靭なる肉体を合わせ持つファルムス王国史上最強の魔人となったのじゃ。正午の姿でその調子だと違和感があるな。さて、ではエドマリス王に報告と生まれ変わった挨拶に向かうとしようぞ。今のわしなら魔王すら倒せるかもしれぬぞ。設置完了。敵軍は魔法の使用が不可能となりました。誰一人逃がさない。死ね、神の怒りに焼き貫かれて。メギド。国死者1788 1903 1999 2435。なんだこれは。どうする、どうすればいい。
落ち着きましょうぞ、落ち着きましょうぞ。おお、エドマリス王はご無事か。何をしている、王をお守りしろ。は、はい。フォレゲン、早くこの場から逃げようぞ。国に戻り体制を立て直すのじゃ。さようですぞ。何が起きておるのかわからん。早く去らねば我らも巻き添えになってしまいます。将吾、いや、処置はラーゼンでございます、王よ。あ、ラーゼン、よくぞよくぞ戻った。さあ、早う早う帰ろうぞ。お主の手魔法で。残念ながらアンチマジックエリアのせいで魔法が使えませぬ。なんと。それでは。ご安心めされ、王レイヒム大司教よ。この私のユニークスキル率いる者によって生き残っておる者を強制的に集めます。その者どもを肉の盾としてお二人を守ってご覧に入れましょう。さすが、さすがじゃ、フォルゲン。頼もしきはフォルゲン殿よ。騎士どもを集めてまいります。皆様方は撤退の準備を。死ぬ、みんな死んでしまう。そんなバカな、一体何が起きておるというのだ。あれはまさか。いや、あれは魔物の国の主なのか。その顔立ちは日本人だな。町を襲撃した異世界人か。側だけな、中身は違う。ふん、まあ敵には違いないな。へえ、そんなラーゼンまでも。魔物の国になど手を出したのが間違いだった。どうする、どうすれば生き残れろ。いや、これはチャンスかもしれんぞ。ブルムンドごときに小国と交渉して喜んでいるような奴じ。大国であるファルムスの王たる世が声をかければ平伏して歓喜するに違いあるまいって。お助け。確認しました。ユニークスキル無慈悲なるものを獲得成功しました。無慈悲なるもの、なんだそりゃ。貴様が魔物の国の主だな。要はエドマリス、ファルムス王国の王である。伏して控えよ。貴様に話があるのだ。じゃあ、王以外は皆殺しにするけど、いいな。皆殺しじゃと。待ってください。私だけでもお助けください。私ならば、正教会内部でも大きな発言力を持っております。あなた様方が決して人間の敵ではないと証言もいたしましょう。待て、話があると言ったであろうが。なんだ、聞くだけ聞いてやる。無礼な。要は大国であるファルムス王国の王なのだぞ。貴様など本来であれば口も利けぬ存在なのだ。それを。相手を見て物を言えよ。発言は許してやるが、言葉は慎重に選べ。話がないなら皆殺しに。誤解なのじゃよ。何が。要は遊戯を結びに来ただけなのじゃ。一方的に宣戦布告しておいて、今さら何の寝言を言ってるんだ。俺の仲間に犠牲者が出た以上、お前らは敵だよ。西方正教会が魔物を敵視しておったので、本当に遊戯を結ぶのに値するのか確かめようとしただけなんじゃよ。宣戦布告も異世界人が勝手に暴走しただけじゃ。分かった、世の国と国交を結んでやろうぞ。いい話であろう、光栄であろうが、その方もお花が高いであろう。まあ、今回の我が軍の損害については後で請求させてもらうが、それも世の行為で大きく勉強してやるとしよう。どうだ。こいつ天才か。どれだけ俺を不快にさせれば気が済むんだ。
国、ユニークスキル、無慈悲なる者の解析が終了しました。能力は、命乞いをする者や、助けを願う者の魂を掌握すること。つまり、このスキルを前に、戦意を喪失した場合、その者の死を意味します。なるほど。ところで、必要なだけの魂は集まったか。現在、必要量の 57.235% を獲得。まだか。なら、無慈悲なるものか。使いどころはそんなになさそうだが、今はその力が役に立ちそうだ。国、この場に生存するすべての人間が即死しました。本当に無慈悲だ。国、進化条件、種の発芽に必要な養分を認識しました。規定条件が満たされました。これより、ハーベストフェスティバルが開始されます。お、やばい。なんか、めちゃくちゃ眠い。国、魔力感知にて、生存者1名を確認。なんだって、この眠気を何とかしなければ。国、ハーベストフェスティバルは途中で停止不可能です。なんてこったい。ランガ、我が主よ。最重要命令だ。俺を守って町まで連れ戻れ。はっ。その二人を捕虜にしろ。承知。生き残っているもう一人の敵はどういたしますか。それは別の者に任せる。はっ。アンチマジックエリア解除。召喚魔法悪魔召喚を発動。供物はここに転がっている死体全部だ。餌を用意してやったぞ。出てこい悪魔、俺の役に立ち上がれ。悪魔。おいお前ら、死んだふりをして隠れている奴が一人いる。そいつを生かして捕らえろ。懐かしき気配。新たな魔王の誕生、実に素晴らしい。大量の供物に初仕事、光栄の極みで少々張り切ってしまいそうです。この日を心待ちにしておりました。今後ともお仕えしてもよろしいのでしょうか。話は後だ。まずは役に立つと証明してみせろ。行け。たやすいことでございます。ご安心くださいマスター。国、個体名リムルテンペストの魔王への進化、ハーベストフェスティバルが開始されます。これは世界の言葉です。完了と同時に系譜の魔物へのギフトが配られます。リムル様、気を引き締めろ。我らが主の勝利だ。次は我らがその力を振るう番だぞ。リムル様、急いで。早く、あるぜよ。リムル様、魔王になったからって人が変わったように暴れ出したりしないでくださいよ。国、ハーベストフェスティバルが開始されました。身体組成が再構成され、新たな種族へ進化します。確認しました。種族スライムからデモンスライムへの超進化成功しました。すべての身体能力が大幅に上昇しました。マテリアルボディとスピリチュアルボディの変化が自在に可能となります。続けて旧個体にて既得の各種スキルおよび耐性を再取得成功しました。新規固有スキル、無限再生、万能感知、魔王破棄、強化分身、万能死を獲得成功しました。新規耐性、自然影響無効、状態異常無効、精神攻撃耐性、精魔攻撃耐性を獲得成功しました。以上で進化を完了します。国、ユニークスキルHあるものより世界の言葉へ請願。
H あるものの進化を申請。行、ユニークスキル H あるものの申請を受理。ユニークスキル H あるものが進化へ挑戦。失敗しました。再度実行します。失敗しました。再度実行します。失敗しました。再度実行します。失敗しました。国 H あるものが移ろうものを生贄に、ハーベストフェスティバルへのギフトを得て進化に挑戦。成功しました。ユニークスキル H あるものがラファエルに進化しました。グラトニーの進化を希求。無慈悲なるものを生贄に実行。成功しました。ユニークスキルグラトニーはアルティメットスキルベルゼビュートに進化しました。